七味唐辛子。七味唐辛子は、唐辛子を主とした薬味や香辛料を調合した日本の調味料、ブレンドスパイス。しばしば七味と略される。名の通り七種類の調合である。老舗の調合では、唐辛子の他山椒、おのみ、黒ごまが共通し、消しのみ、青のり、生姜などに違いがある。一方、唐辛子のみの調味料は、 一味唐辛子である。七味唐辛子というのは情報風の名前であり、江戸、東京周辺では七色唐辛子、七種唐辛子、七色唐辛子である。近代以降の多くの辞書では七色唐辛子を標準語形とした。しばしば略して七色という。唐辛子は唐辛子とも発音される。うどん、そば、味噌ラーメンなどの麺類や牛丼。 湯豆腐、水炊き、豚汁などの日本料理の薬味や汁の吸い口として使われることが多い。東京、浅草寺門前、野原、堀、中島商店、京都、清水寺門前、七味化、長野、善光寺門前、八幡屋、磯五郎が老舗である。野玄堀、七味化、八幡屋、磯五郎の三社は日本三大七味唐辛子と称され、 土産物としても重宝される。大木刀から支店も老舗である。主原料の唐辛子に各種の副原料を加えることで、風味をつけるとともに辛みを程よく抑えている。調合に用いる副原料は生産者によって異なるが、以下がよく使用される。また、柚子七味のようにアレンジした七味が製造されている。大木刀から下や玄りに同じ、朝野美は、 基本的に発芽防止処理が施されている。七味唐辛子の朝の市から大麻を栽培し逮捕された例では、捜査が進むと、実際は密売人から買っており偽証であった。七味唐辛子は別名野玄堀とも呼ばれる。1625年、寛永2年には、江戸の両国野玄堀に野原、堀中島が創業し、七味唐辛子、七。 色が開発され販売されるようになる。当時のヤ原堀には医者や薬屋が多く、中島徳衛門、徳兵衛が漢方薬にヒントを得て開発し、ごまの香りによって江戸っ子の下にも訴えた、劣気とした漢方薬で食事と共に薬味が取れるいうことである。ヤ原堀の七味唐辛子として名物となり、最上級の材料を客の目の前で注文通りに調合したことも評判を高めた。 辛くして、山椒たっぷり、といった好みに応じる。山椒だけでも、有名なうなぎ屋で使われるように味に定評がある。野玄堀中島は、戦後に、戦争時門前の新中店通りに移転し、に、徳の寺ののれんを掲げている。江戸では1656年にも、大木島から支店が、エビ焼き18によって創業され、野玄堀に同じ七品を調合し、 日本橋に店を構え、七色唐辛子を販売している。京都は、東山区、清水二丁目の七味川、東海道五十三寺ができる前から、京都江戸とをつなぐ、旅路の途中、三礼坂、三年坂の角にあり、当初、河内屋として薬屋はラジオウル茶屋でったが、明暦年間、1655から1658年には、冬には唐辛子を、 入れたから汁をただで配るようになり1816年に七味屋と改め、明治の半ばにはその専門店となった。ひりりとした辛味のある東京の七味ではなく、山椒と青のりがほんのり香るため、薄い味付けの軽料理に合った七味である。湿気のある夏には出荷しないという香りへの品質管理のこだわりが昭和の書籍に記されている。山椒は自社や契約農家から、 最高品質のものを使い、唐辛子は品種開発さえいったものを用いる。また、京都伏見の唐辛子は伏見缶と呼ばれ、辛さが控えめの味である。長野善光寺の八幡屋磯五郎は1736原文元年、木納村の関右衛門が境内で七味唐辛子をいるようになったことが始まりである。木納村は、 昔は有数の朝と阿蘇の産地で、江戸に商品を売りに行った帰りに仕入れた日用品を善光寺でも売っており、そこに七味唐辛子が含まれていたのである。また木那佐村では当時は、賃貸以外がすべて栽培されていた。関江門は、商売では、磯五郎と名乗り、そこに八孫屋号、社名にもらった八和田屋、磯五郎は、財を成してからも古くは、露天で、 一味一味に効能を述べて売り、つまり、ヤシという販売形態をとっていた。1952年に店舗の場所は、現行の位置へ移る。生姜が薬味として入っており、善光寺の再建では、七味入りの汁が提供され、大工が体を温めたと言われる。朝飲みについて、お種と記され、新聞でも朝の種と紹介されている。一部素材は、自社で栽培し、 2008年より、新州産唐辛子の委託生産を開始した。七味を使った、ガラムマサラ、チョコレート、ハンドクリームなど新たな商品に挑戦している。2014年には10年以上の開発を経た、ヤワタイソゴロウ M-1 という唐辛子の品種ができ、2017年から本格的に栽培している。かつての七味唐辛子よりは、材料を、 別々の容器に入れておき、客の目の前で客の好みに合わせて調合した。材料を説明する工場が面白く、大道芸の一種ともなり、特にうまいものは工業士に雇われて演じることがあった。21世紀の初めにも、東京の一部の縁日の屋台の七味唐辛子売りで、聞くことができる。現在でも、店頭で客が好みの味に調合してもらうことができる販売店がある。 原料の種類も7種に限らず、客の求めに応じて、減じたり増したりできる。欧米などでも、日本食ブームによって、うどんや焼き鳥に伴う定番の調味料として認知が広まっている。日本の大手メーカー製品の入手も、比較的容易であるが、国内のものとは、内容物が異なる。これは、国内向け製品には、朝飲みが使われていることによる。オランダやカナダなど、 一般的に大麻に寛容な国では、朝飲みが入った料理や朝飲みを含んだ製品が売れている。しかし、場所や対象客を厳格に分別した店に限られており、日本のように朝飲みが入った製品が子供でも購入できる一般の商店で食品として販売されることは決してない。自家消費用や法人への土産用に国内使用品を持ち込んだ場合、発覚すると没収や 高速基礎など法的処分を受ける可能性もあり注意が必要である。そのためハウスや SB では朝飲みを含まない七味唐辛子を輸出専用に製造している。内容物は唐辛子、チンピ、黒ごま、白ごま、山椒、生姜、青のりの7種である。2017年には老舗の八幡や磯五郎も海外輸出に 本格的に乗り出すこと決めた。アルファベット表記は、ハウス製では七味唐辛子、SB 製では七味唐辛子となっている。後者は、一味と七味の表記、発音の紛らわしさから起こる、流通の混乱避けるためである。また、SB 製の日本商品は、東からしいと濁らないが、アルファベット表記では発音しやすさを考慮し、唐辛子と濁っている。ブルームバーグは、 アメリカでは七味唐辛子をサラダやシーフード、さらに飲料のカクテルにも利用されていることを一味唐辛子、グラウンドレッドチリペッパーとの比較を含めて報じている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。